スキルを持つ男異世界で召喚獣始めました。人は判断力の欠如で結婚し、忍耐力の欠如で離婚し、記憶力の欠如で再婚する感じの主人公の漫画。主人公のリーマンは音楽性の違いにより解散寸前のチキン。誰にも、チキンなんて、言わせないのぜ。こいつが音楽性についてグループセラピーをせずに現実逃避に山に向かったら異世界転生して、転生待機部屋で待機部屋に来るたびにランダムでスキルガチャを回せる権利を獲得。そこでお前うっかり召喚獣枠として人間召喚しちゃったけど、チート特典やるから召喚獣として頑張ってくれやということで、便利な召喚獣として魔法とかがあるファンタジーの世界でクッコロの召喚獣として便利屋をしながら、クッコロ年頃になるという記憶力が欠如している主人公の漫画。この漫画の興味深い部分は一番初めに助けた魔法使いのチョロインを嫁にもハーレムにもしない部分で、この村娘の方がいいのぜ。この主人公は記憶力が欠如したド M なのでクッコロに夢中になるという部分が感慨深い。そもそも音楽性が合わない現代ジパングにいる妻だって判断力が欠如するくらい音楽性があったから結婚したと思うのぜ。なのになぜクッコロが将来音楽性が合わなくなって解散する可能性を考慮に入れないのか？これがわからない。多数の人間は記憶力が欠如しまくりなのぜ。そんな感じの変則的な便利屋漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録。